横浜市立脳卒中神経脊椎センターは神奈川県横浜市磯北区にある横浜市立の医療機関である脳血管疾患、神経疾患、脊椎、脊椎疾患に特化した病院であり1999年に開院した当時の横浜港では検疫制度が未熟であったことから1870年には天然痘 1877年にはこれらが流行するなど、明治初期の横浜では様々な感染症が流行した。ヘスペリア号事件をきっかけにして、1879年にクラキングに吉田神殿に描写収容所として開設された。1883年には神奈川県に、1891年3月には横浜市に移管された。1897年に、 横浜市伝染病院。1900年には横浜市万事病院と名称を変えた。1922年に滝頭町に移転し、感染症専門病院として運営された万事病院であるが、横浜市立市民病院に感染症医療機能が集約されることになり、1991年3月31日に閉院となった。現在は跡地に、 横浜市立の卒中、神経脊椎センターが建てられており、入り口付近の植え込みには、万事病院跡地と書かれた石碑が設置されている。横浜電気鉄道の頃に存在した、社員とその家族を対象とした、小規模な診療所が前進。施設、設備の拡充のため1936年8月6日に、横浜市電気局共済組合により、 九十行員宿舎を利用した横浜市電気局共済組合 UI 病院が設立された。1945年5月には、現在は横浜市立滝頭小学校がある場所に移転。横浜大空襲では一般の患者の治療にも当たった。1946年4月1日には電気局共済組合が電気局構成会になり、 横浜市電気局厚生会 UI 病院に名称変更。拡張を重ね、一般の患者も受け入れるようになったことから事実上、地域医療を担う拠点となり、1950年には、分院として生麦診療所を開設。1972年4月1日に、横浜市衛生局に売却され、1974年から、横浜市老人リハビリテーション UI 病院として、 運営された。病院の老朽化、教会化が進んだことから、1991年10月に、有愛病院基本構想検討委員会報告書がまとめられた。これに基づき、横浜市立の血管医療センターに統合されることが決定し、1999年4月1日に閉院。1999年8月、万治病院跡地に、 横浜市立脳血管医療センターと老人保健施設が会員。脳血管疾患に対し、救命だけでなく予防を含み、発症直後からの早期リハビリテーションを重点的に行うことを理念としていたが、チーム医療が十分機能していないことや看護師の退職率の高さなど必ずしも十分なものではなかった。そこで2015年1月1日、 脳血管疾患に加え神経疾患、脊椎脊髄疾患へ医療機能を拡充し、名称を横浜市立脳卒中神経脊椎センターに改めた。病床数は300あり、そのうち約200床が神経疾患及び脊椎疾患約100床はリハビリテーション専用として運用されている。小児の脊椎側は、は腕症の治療も特徴の一つである。 ありがとうございます。